新しい投資先でも探そうかしら。これまで見てきたヒルチャールも魔物ではあるけど、あんなの見たことない。あ、この辺りって防御旅館の近くだよな。お客さんに被害が出たら大変だ。見た以上放っておくこともできないし、退治しよう。つらい仕事な、部外者。この邪気まみれのやつら、普通のヒルチャールより厄介だぞ。おい、あっちを見ろ、人がたくさん集まってる。あ、あの仮面のやつ見たか。あいつの周りにいたヒルチャール怯えて逃げてったぞ。ショーと同じ仙人ってことか。言われてみればショーも同じような仮面をかぶってたことがあるな。さっきのあいつのやり方、なんだかショーよりも仙人っぽかったぞ。話を聞いてみようぜ。こんにちは、オイラたちは。礼には及ばぬ。魔を退治し世を救うは仙人の本分、言及する価値もなし。おっと、君たちは見慣れない顔だね。我が輩はてっきり信者のものかと。オイラはパイモン、こっちはオイラの仲間だ。なるほど、では我が輩も名乗るのが礼儀であろう。ゴホン、我が輩は達成革新天君、信者たちには精神天君と呼ばれている。世を救うため下界に降りてきた。ここであったのも何かの縁。願いがあるなら我が輩に言ってみるがいい。願い？お前、人の願いを叶えられるのか。オイラはてっきりリーユへの仙人は喧嘩だけが取り柄かと。天君は神君よりも上の戦意だからな。自分で自分を褒めるのは我が輩の心情に欠ける。信者に我が輩のことを聞いてから判断するといい。精神天君様を見たか。本当に神々しい。これで父上の病もきっと。あんなものを見せられて疑う奴はいない。あれは正真正銘の仙人だ。以前寝たきりの父上のために薬を頂戴したことがあってな、不ぼくろのものとはまるで違った。薬から漂う淡い霧が何より戦術っぽかったね。無評花がついてたってのもあるかもしれないが、とにかく仙人の薬はすごいんだ。父上の病もきっと治る。父上の命と比べたら精神天君様に捧げた骨董品なんて安いものだろうな。精神天君様がいれば仙岩軍なんていなくてもいいだろう。私は商人なんだが、
以前仕入れた商品が非常に高価なものでな。その時精神天君様に同行を依頼したんだ。精神天君様が呪符を使ったおかげか、道中魔物の影も形もなかった。依頼費は確かに高かったが、下船も簡単なことではない。お前たち他国の人からしたら理解しがたいものかもしれないが、毎日が希望に満ち溢れて。あなたたちも精神天君様の信者ですか？婚約者が蒸発してから毎日が辛くて、精神天君様の戦法を試したんです。彼の肖像画を燃やした灰を日の出の瞬間海に吹き散らすんですが、そしたらなんだか彼が私のところに帰ってきた気がしたんです。本当です、あれは絶対気のせいなんかじゃなかった。ですので持参金をすべて精神天君様に捧げました。だって彼が夫を帰らせてくれていなかったら、こんなお金持ってても何の意味もありませんから。どうだった？信者だから多少誇張してたとは思うが、全て本当のことだ。君も冗談が好きだな。昔偉大な仙人がいてな、漁師と呼ばれていた彼の言葉にこんなものがある。万物は全てにおいてつながっており、心理効果とはコンパクト結末を結ぶ因縁。つまり彼らの願いはすでに実現に向けて順調に進んでいる。わかったかな？さっぱりわからない。簡単に言うと、あいつらの願いは叶ったってことか？そういうこと。賢いな君は。そういえばもう一つ疑問が。なんだい？言ってごらん。我が輩は世を渡り善行で世を救う、面倒事が起きないよう正体を隠しているのさ。なるほどなるほど。では二人の願いを聞こうか。それはきっと悲しい過去があったのだろうね。いいだろう、その願い叶えられなくもない。ただ少しなんだ。先導は五星に従う。もし我が輩の意図がわからないのなら、願いを叶えることはできない。どうしよう、何言ってるかさっぱりわからない。なるほど、仙人に助けてもらうにはそれなりの対価が必要だってさっきの信者たちも言ってたな。でもオイラたちあまりお金になるものは持ってないぞ。お前は神の目すらないし。あ、オイラたちで美味しいものを作ってやるのはどうだ？美食の誘惑に勝てる人はいないだろう。そうだ、美味しいものを作ろう。これなら絶対にいけるぜ。じゃあ早速万文集社に行って何か最新の流行レシピを探そうぜ。
この五宝千秋夜叉六でいいの？ああ、釣りはいらない。あら、太っ腹、感謝するわ。あいつ、なんとかかんとか神殿くんじゃないか？なんでこんなところに。さっき、五宝千秋夜叉六って本を買ってたみたいだぜ。確か仙人に関する本だった気がするけど、なんで仙人が自分に関する本を。え、そうなのか？どこが怪しいんだ。あ、確かに他の仙人はみんな欲がない感じだったな。ふむ、どうやらあの本の内容を確認する必要があるな。何か手がかりになるかもしれない。こんにちは。五宝千秋夜叉六って本は売ってくれないか。あら、そんな古い本いつの間に人気が出たの？若い子が好きになるなんて珍しい。そこの本棚にあるから探してみて。買うの？買わないの？もう十分よ。これだ！早く何が書いてあるか見ようぜ。太古の昔、リーユエは正気に満ち、魔にあふれていた。敗北した魔人の残骸は怨嗟を撒き散らし、やがて妖魔となった。妖魔は疫病、怪、そして変異を次々と起こした。やがて元王帝君は先人の夜叉を召集し、魔を滅することにした。彼らは誤報のため殺生し、悪を滅することを元王に誓った。しかし長い決戦の中、誤称にとらわれ魔人の憎悪に染まってしまう。恐怖に支配され発狂する者、同士討ちで死に至る者、精神が壊れ魔物となる者、最も強かった5人の千秋夜叉のうち3人が悲惨な死を遂げ、一人が行方不明となった。幾千年の時を超え生き残ったのは高魔大聖ただ一人。そして彼の姿を覚えているのは、古雲閣に照らされる月明かりと敵火臭の笛吹きだけとなった。守っている千秋夜叉たちに関する本みたいだ。なんだかリーユエにある歴史書じゃあまり見ない内容だな。何か気になるところはあったか？本に書いてあるのは、魔人戦争時期に敗れた魔人の怨嗟が疫病や怪異や変異を生み出すとかなんとか。どれもヤバそうな災難だぜ。あ、もしかして前に見た全身邪気まみれのヒルチャール、もしかしてこの本に書いてある変異じゃないか？本の中では魔人の怨嗟と千年争った夜叉たちですら誤称に陥るって書いてあるぞ。魔人の怨嗟に汚染された夜叉が考えもつかないような恐怖、不安な苦痛に苦しめられる。リーユエを千年も守って見返りがない上にこんな苦痛を味わうなんてかわいそすぎるぞ。お、夜叉は全部で5人いたけど、今生き残ってるのは1人だけだ。ひょっとして
あの天君と何か関係が？でもどう考えてもあいつじゃなさそうだな。こんな苦痛あいつには耐えられそうにないぞ。おう、この本の大事なところはもう全部見たな。あの邪気を帯びたヒルチャールの正体、それにあの天君とヤシャの関係がこの事件の要だと思うぞ。もう一回現場に戻って確認する必要があるな。霧に包まれた謎を明るい真実で照らしてみせるぜ。実はオイラ、あいつが本当の仙人であってほしいんだ。だってあいつの魔を退治する力は本物だったからな。でも期待が大きいほど失望も大きいから、事前に調査する必要があるだろ。じゃあ防御旅館にもう一回行ってみようぜ。買うの？買わないの？もう十分よ。我が輩に従え、悪鬼退散。退散。は、早く退散を。ベルニア、ベルニア、ベルニア。しまった、天君がなんかヤバそうだぞ。近くに人もいるし、オイラたちも加勢しよう。やあ、ゴバ、火を吹け。諦めなさい。そんな禁忌滅却の札が効かないなんて。ヒルチャールのまとってる邪気がまた強くなったのか。禁忌滅却の札、なんかどこかで聞いたことあるような。そうだ、それだ。仙人の目印だから、きっと仙人の力が残ってたんだ。あれを使って魔物を退散させてたのか。え、君たち何を言ってるんだ。これはただ昨夜眠れなくてだな。仙力がまだ目覚めていないだけだ。もう一度チャンスをくれれば。また邪気をまとったヒルチャールがそっちに行ったぞ。今度は任せてもいいか。我が輩は体調が優れない。さっき戦力を使いすぎたせいかもしれん。そうでなければこんな夜間ごとき。チェ、やっぱり嘘つきだったのか。見事に当たったな。旅人、オイラたちで追いかけよう。元素資格を使えば追跡できるぞ。精神天君様が失敗なんて、きっと調子が悪いんだ。たちか。お前たちのことはよく覚えている。ここ一帯で妖魔に疲れたものを片付けていたんだが、どうやら邪魔したようだな。あれ、なんだか素直になってないか。ここで妖魔退治してたのか。邪魔なんかじゃないぞ。この魔物が変異したのも、我を取り巻き
我を汚染する合掌の仕業だ。変異合掌、あれもしかして。確か章には御法夜叉っていう別名があったよな。そういうことだったのか。かわいそうな章。ああ、数百年前のくだらない物書きが書いたザレ言か。諸行無常、一切皆苦、同情と涙は夜叉の意志には必要ない。我の亡き同志たちも後世に語られるために戦ったのではない。ごめんなさい。構わない。まだ邪気が強くなってきている動点がある。もう行く。オイラたちも連れてってくれ。絶対役に立つから。必要ない。我は一人で行動する方が好きだ。それに変異の原因が我であっては。さっきのお詫びに。ダメか。ついてこい。じゃあずっと長い間合掌の苦しみに耐えてきたのか。苦しみは代価、接合を犯した償いだ。覚悟はできている。た、準備ができたら行くぞ。あの妖魔たちを長く放っておくわけにはいかない。この邪気はなんだか身の毛がよだつぜ。西洋ナブを使いここの合掌を断つ。平常心を保つことに集中しろ。魔人の邪念に飲み込まれるな。わめくがいい。天君、そのような名は聞いたことがないが。恥知らずの嘘つきだよ。この話はまた後で。まずは戦いに集中しよう。
逃がさぬ。行くぞ。くだらない。ムーノー、ムーノー、行くぞ。行くぞ。くだらない。ムーノー、愚かな。無駄だ。ここだ。少しでも遅れてたら大変なことになっていた。さっきお前たちが言っていた達成革新天君とは何者だ。オイラが説明しよう。願いを叶える仙人などに騙される人がいるなんてな。仙人であるショウには願いを叶える力ってあるのか。昔のリーユエには老せずして得ようとする者はいなかった。数千年前のリーウェイの民が必要だったのは自分たちの住むところを守る力。でも今の時代の人々にとっては願いを叶える仙人の方がいいんじゃないか。この時代がどれだけ軟弱であろうと我とは関係ない。我は帝君の意志に従うのみ。オイラまた間違ったことを言ってしまったみたいだぜ。あの偽仙人は禁忌滅却の札っていう魔を退治できるものを持ってたんだ。そんなもので退治を愚かな。消さずして退治など通りで全てここに集まるわけだ。このままでは我の手に負えなくなる。禁忌滅却の札をそいつの手から回収する。やっぱりオイラの仲間だぜ。オイラもそう思ってた。オイラたちを騙したあいつを懲らしめてやらないと。ちょうどこっちには正真正銘の仙人もいるしな。ショウが手を出せばもう二度と仙人を名乗れないと思うぞ。いや、我が撃つのは妖魔のみ。人は殺さない。いや、殺すとは言ってない。確かにそいつが悪行をやめればリーウェにとっても有益なことだ。我に無誘諸教法という術がある。本来は眠りについた魂と体を引き離すのに使うが、これを応用すれば他人の魂を呼ぶこともできる。おわ、これが本当の戦法か。これを行うには儀式をする必要がある。悪いが香炉を一つ、七星灯を七つ、それと温度を下げられるものを少し用意してくれないか。
湿度を下げられるもの。あ、無氷花とかがいいんじゃないか。でも香炉と七星灯はそこら辺に落ちてるものじゃないよな。天光山南部の道路脇に夜叉石像が2体あるのは知ってるか。リーウェイの先住民がその近くに寺を建て夜叉を祀っていたんだ。そこでなら祭事に使われていたものが残っているかもしれない。全てが揃い夜が来たら夜叉石像で我を待て。やり方を教えてやる。生が言ってた航路と塔は川の流れに乗れば魂も揺らぐ、浮世を仰ぐ扇子のように。うわあ、ごめん邪魔しちゃったか。これはこれは珍しい。神殿に来ても仙人を求めず神も拝まない。欲しいものは航路と来た。無礼なのは承知だ。本当に少し借りるだけだ。無遊諸教法の儀式に使うんだろう。なんで知ってるんだ。私がこの寺にいる時間は君たちの想像をはるかに上回る。誠意が届いたからだろうか、先方にも少し心得がある。あ、そうなのか。まあまあ持っていきなさい。人のために善行をなすのも工事の一つだ。もともとこの地に残っていても意味はなかったからね。私のことは気にするな。欲しいものを好きなだけ持っていくといい。この航路良さそうだぞ。少なくともこの寺ほどボロボロじゃない。航路の後は近くにある七星塔を集めようぜ。取ったらすぐに帰ると思っていたが、まさか私のことを気にかけてくれるなんてな。あ、さっきの人の声だ。おーい、どこにいるんだ。私の体は千年も前にとっくに消えている。君たちが先ほど見たのは不正流刑法によって作られた幻影さ。たった今君たちが不正流刑法に使っていた香炉と七星灯を持っていったからね。必然的に私の姿も消えたのさ。私はもともと夜叉の一人だった。岩王帝君が授けてくれた名は道尺。数千年前に力が及ばず戦死した。今日は私の命日でね。現代のリーウェがどうしても見たくて武作法ながらもこの術を使ったのさ。ところで
君たちは高魔耐性のところから来たのかな。知り合いだったのか。君たちから彼の気配を感じてね。それとその濃いご主張の気配も。そうか、数千年も経つのに彼はまだあの苦痛に耐えているのか。自分が恥ずかしい。そんなこと言わずに。道若さんだってリーユへのために命を捧げたんだろ。命は大切なものだが、高魔耐性が負っているものに比べたら死すら安らぎとも言える。道若さんすまないね。誕生日は楽しく、命日は悲しくなんてね。フセール警報の効力もあとわずかで終わる。二人とも達者で、ついでに彼によろしく言っておいてくれ。はあ、もう一度チコ魚焼きが食べたかったな。チコ探しに海潜り、帰って再び夜が狩る。あ、もう完全に消えたのかな。道尺って夜叉がいたこと、人々にも知ってもらいたいな。そろそろ行こうぜ。後で時間が空いたらまたここに来て証拠をあげよう。儀式に使う道具は揃ったか。この航路と七星塔、まるで先方のためだけに作られたものみたいだ。一体どこで手に入れたんだ。道尺さんがお前によろしくって言ってたぞ。道尺、あいつだったのか。確かにあいつらしいな。道尺もやはりリーウェイを放っておけなかったんだろう。今のリーウェイを見て彼が安心できていることを願おう。では今から儀式の準備をする。航路を真ん中に、七星塔はその周囲に散らせ。極寒のもので点を結ぶ。準備ができたら我を呼べ。うん、それでいい。そしてここからが無誘諸行法の鍵。この術には4つの過程がある。剣庫、瞑想、呪文、厩舎。あれ、そんなに面倒なのか。この戦法は絶雲の仙人が千年かけて悟り手にしたもの。その奥深さを軽んじてはいけない。さもなくば自身が飲み込まれ、魂は体から離れて戻れなくなる。ごめん、また間違ったことを言っちゃったみたいだ。剣庫、すなわち航路の上にお香を一本、岩王帝君への敬意とする。瞑想、すなわち一切の雑念を遮断し、術の対象を脳の中に具現する。呪文、すなわち呪文をこう唱える。帝馬夜叉、三子往来、厩舎、すなわち二体の夜叉彫像に一矢放ち、私益の契約とする。すべてがつつがなくいけば、少し経った頃にあいつの魂がここに現れる。質問がないならさっさと始めよう。
瞑想だ。あの嘘つき野郎の姿はあまり思い出したくないけどな。サンシー往来。夜叉の石像の腰が光ったぞ。二体の石像の光った場所にそれぞれ矢を放ったらいいんだよな。ショーの言う通りに儀式をやったぜ。まあまあだな。後のことは任せろ。お前たちは歓迎の準備でもしておけ。ここは…ん？君たちはなんだか見慣れた顔だな。どうなってるんだ？体が軽い。ふわふわで重さを感じない。先方？仙人である我が輩の前で仙人ぶるとは図が高い。それにしてもここはどこだ？我が輩は防除旅館で気持ちよく眠っていたはず。そうか、なるほど。さすが我が輩。我が輩はきっと夢を見ているんだ。おいおい、本当にどうしようもないやつだな。ほう、何をする気だ。我が輩の夢の中で我が輩をどうしようと。よし、お仕置きだ。何？しっけな！我が輩の信者はどこへ行った？やめてくれ！痛い！どういうことだ？ストップストップ！分かった！もう分かったから！痛い！信じる！信じるさ！魂ごと消し飛ぶかと思った。どれだけ運が悪かったら君たちという壁にぶつかることになるんだ。大仙人様、どうかお許しを申しませんから。オイラたちは仙人じゃないぜ。魂を呼んだのはオイラたちだけど、本物の仙人はこっちだ。仙人を偽り民を騙し、妖魔も駆除せず、皆の安否にまで影響を与えた。そのまま行けば必ずや地に落ちていたであろう。私は、あなた様は。ショーのオーラに飲まれて喋れなくなってるぜ。名を、仙人様の名を聞いてもよろしいでしょうか。あなた様が、本当にあなた様が、あの、まさか一生のうちに高魔大帝御法夜叉ご本人様に会えるとは。ショーのことを知ってるのか？もちろん、逆に知り尽くしています。私のおじいさんが民族学者で、小さい頃から高魔大帝の話を聞いてきました。今でも夜叉に関する書籍をしきりに集めています。しかしおじいさんの遺物から金鬼滅却の札を見つけてからは、初めは仙人を真似るのが好きなだけでした。しかしそんなお遊びも時間が経つにつれ、ますますと。そうだったのか。じゃあお前はショーのファンってことだな。ああ、駒大生に会わせていただけたこと、ありがたき幸せ。私は本当に夢見心地のようです。オイラたちそこまで考えてなかったけどな。今日これを機に、駒大帝様の前で今後一切の悪行をやめ、平穏に過ごし、仙人様の名誉を傷つけないことを誓います。その誓言しかと受け取った。行くがいい。ありがとうございます。ご慈悲に感謝を。今までリーゆえにしてくれたことにも感謝を。あいつの最後の誓言、なかなか誠実だったな。これでもう
悪さはしないと思うぞ。そうだ、近畿滅却の札の回収がまだだったな。オイラたちに任せろ。明日の朝防除旅館に行って本人から回収するぞ。革新天君、あの仮面をかぶった偽仙人のことね。彼が宿泊名簿に書いた名前は平安よ。もう部屋を出たわ。一人で山や川を旅するとかなんとか。そうだ、もし言葉を話す先霊を連れた人が来たら、この封筒を渡すよう預かってるの。言葉を話す先霊？誰のことだ？彼が言ってた旅人はあなたね。はい、これを。手紙を残すなんて新手の詐欺じゃないだろうな。とりあえず開けてみようぜ。すごく気になるぞ。あ、手紙と一緒に何か入ってるぞ。近畿滅却の札だ。久しぶりにこんな素直な悪人に会ったぜ。そうだな。あ、そうだ、早く近畿滅却の札をショーに届けに行こうぜ。滅却の札は回収したから、ショーが預かっててくれ。ご苦労。お客様、ご注文は何になさいますか？チコ魚焼きを一つ。かしこまりました、少々お待ちください。あれ、今回は杏仁豆腐じゃないのか？ショーにしちゃ珍しいな。これは道尺が生きていた時に好きだった食べ物。ただどんな味がするのか気になってな。ああ、そっか。チコ探しに海潜り、帰って再び用まかる。まだ何か用があるのか。我は一人で食べる方が落ち着くんだが。そうだな、オイラたちはここらで静かに離れよう。